ある大手メーカーの営業部員、岸本香織さん。このところ大きな契約を次々と成立させ、社内での評価はうなぎに上り、仕事が楽しくてたまらない、充実した毎日を送っていました。ところが、そんな彼女にある異変が生じたのです。右足が痒くて仕方がない。帰宅後調べてみると、なんと指の間が白くふやけていたのです。これってもしかして、そう、水虫。ショックでした。水虫はおじさんがなるものだと思っていたのです。でも、たかが水虫。しかし、その甘い考えが彼女の運命を劇的に変えることになるのです。1週間後。ねえ、ここも良さそう。どこどこ。香織さんは付き合い始めたばかりの彼と夏休みの計画を立てていました。初めての旅行、それまでになんとか仕事を片付けなければ。香織さんの毎日は一層忙しくなりました。水虫のことなど気にする暇もなかったのです。気がつけば水虫になってから1ヶ月。そして、うわー、ひどい。いつの間にか水虫は悪化、皮がむけ赤くただれたようになっていたのです。これはまずい、なんとかしなければ。すいません、水虫の薬ありますか。あ、お父さんに頼まれちゃって。薬のおかげでしつこい痒みは心なしか収まったようでした。しかしこの時体内では信じられない事態が進行していたのです。そして待ちに待った彼との旅行、1週間の2人だけの旅です。天気も快晴、それはまさにこれからの楽しい旅を予感させるものでした。しかし、日差しが傾きかけた頃でした。右足の甲に痛みを感じたのです。水虫がある方の足でした。その日の夜、足を見てみると、何これ。足の甲が赤く腫れ上がっていました。どうしたの。なんでもない。愛する彼に水虫の足など見せるわけにはいきませんでした。そして、深夜、さらなる異変が香織さんを襲います。体中の関節に激しい痛みを覚えたのです。大変なことが起きているのかもしれない。でもやはり彼には知られたくない。香織さんは
一人横になったのです。恐るべき事態が待ち受けているとも知らず、香織さんが再び眠りについてから5時間後のことでした。突然の高熱。香織、苦しいのか。さらに足が足がどす黒く変色していたのです。待ってる香織、もうすぐ病院着くからな。しかし3時間後、懸命な治療の甲斐もなく、香織さんは帰らぬ人となってしまいました。一体何が彼女の命を奪ったのでしょうか。病名、壊死性筋膜炎。壊死性筋膜炎とは、筋肉を覆っている筋膜という部分に細菌が侵入して細胞を壊死させてしまう恐ろしい病。そして香織さんがこの病気になってしまったきっかけこそ、あの水虫だったんです。ただの水虫が一体なぜ。水虫の正体は白癬菌という動物や人の皮膚を住処とするカビの一種。人間の垢が落ちる場所にかなりの確率でいる菌です。香織さんの足にもこの菌が感染していました。夏は一日中革靴を履いていた彼女の足は温度が高く湿気も多いため、白癬菌にとって格好の環境だったのです。香織さんの指の間に取り付いた白癬菌は皮膚の一番外側にある角層と呼ばれる部分を食べながら奥へ奥へと侵入していきます。やがて角層の下にある表皮細胞に到達すると、細胞が菌に反応し炎症を起こすのです。その結果、香織さんは足に激しい痒みを感じ、さらに指の間の皮がめくれ赤くただれたようになりました。ここでようやく始めた水虫の治療でも、すでに手遅れ。実はこの時、恐ろしいことが起きていたのです。指の間は最も皮膚が薄い場所、そのため少しの傷でも皮膚を突き破ってしまいます。そしてその傷口から白癬菌とは別のある細菌が皮膚の下の筋膜に入り込んでいたのです。それは溶連菌と呼ばれる細菌でした。通常は人間の喉など私たちの体内で共存しているごくありふれた菌なのですが、時として原因不明の恐ろしい病気を引き起こすことがあるのです。さらに日々の激務によって香織さんの免疫力は大幅に低下していました。そのため足に侵入した溶連菌は急激に増殖。香織さんが感じた足の痛み、そして足の甲の赤い腫れは溶連菌が出す毒素で足が炎症を起こしたものでした。もしこの段階で病院に行っていれば命は助かったかもしれません。でも彼女は隠してしまいました。の最も恐ろしいところ、それは進行が早いこと。溶連菌は血管に入り込み、血液から栄養を取って爆発的に増えていくのです。すると大量
大量の毒素によって関節の痛みや高熱といった症状が現れます。そしてついには香織さんの足はドス黒く変色してしまいました。増えすぎた溶連菌が血管に詰まって血の流れを止め細胞を壊死させてしまったのです。やがて溶連菌は全身の血管をめぐり全ての臓器の機能が停止。最初の足の痛みからわずか15時間後のことでした。壊死性筋膜炎の致死率は実に 50%。 発病後数日以内で死に至る恐ろしい病気です。しかし溶連菌がなぜこの病気を引き起こすのか、その原因も感染経路も未だ分かっていないのが現状なのです。ただ確かなのは香織さんの場合きっかけは水虫だったということ。そして日本人の5人に1人は水虫にかかっているという事実です。